ずっと一緒にいようなんて言葉だけじゃやだすごいやだ俺, <laughs> 俺みたいになったことをすごい嫌だって言ってるな <laughs> んない方がいいかもそうですよね、うんえっと私は SNS でこの映画の情報を見て今日初めて見たんですけど<ー>すごい伝えることって本当に大事だなって思ったり感動でちょっと胸を動かされる部分が結構多くてもう一回見たいなって素直に思いましたありがとうございます、はいはい、で質問か相談か 質問なんですけど、はい、SNS のコメントとかで、えっと、恋人とか恋人候補の人と一緒に見に行かない方がいいんじゃないかっていうコメントが結構あったのを見てでその内容的にも昔引きずってた恋とか元カノとかを思い返させてしまうんじゃないかっていう内容があったんですね。で今日私はは人でで来たんんすけど皆さんは その恋人とか好きな人とかとこの作品は見るべきと思っているのかなっていうのを聞きたいですなんか実際、ね、TikTok 上とかでやっぱほら愛が終わっていくものを描いたりもしているからあのこれから、ね、一緒になりたいみたいな、ね、付き合いたいみたいな人と見ていいのかどうなのかとかっていう論争があったりとかするみたいですけどど,どうでですか皆さんでもね映画をトークテーマにできるのはいいなって思いますよね。 相手の思っててることを知れてその過去があった上の今だからなんかこうまあ、ね、やきもちかわいいやきもちをみんなしちゃったりするのかなとは思いますけどでもなんだろう今までに経験したことを知ってお互いが新しいこうお互いの関係性を築いていくっていうのはすごく構築的でいいなというふうな印象がありますので、うん、なんかそうやって話の種になるっていうのは いいいなっって私は思っちゃいますね,ねもし焼きもちとか焼いたんだとしたら、うん、かわいいじゃんっていうことだもん、ね、そういうふうに考えるんだっていう、うん、その人の、ね、考え方だったりもするしでもなんだろうそ,のそれがいいことなのか悪いことなのかわからないけどどっちだったとしてもどっちもこう教訓になるからなんか2人の関係がもっと良くなるんじゃないかなって私は思います。 なるほど、はい、森さんいかかがですかいや私あのこの映画一緒に見れない人とは恋人になれないかもしれないですね。な <laughs> なるほど、うん、なんかえ怖いも一緒にやって怖いものがある人とこれから生きていくってどういう覚悟なんだろうってすごいも <laughs> うん、なんか終わりがね終わりがあることを覚悟せず一緒にいるなんてそれはちょっと ちょっとなんてっ不安ですよねずっと一緒にいようなんて言葉だけじゃ確定じゃないですからこういう映画を見てなお続いてるっていうのが素晴らしいんじゃないかたけるさんみたいになっちゃったけど、ね、<laughs> 途中から明らかになんかった俺みたいになったことをすごい嫌だって言ってる途中から演説の感じがすごいそんな感じしたよ。なんかこううん 普通、普通、はあ、もんですね。でも、いいですあんまなんない方がいいかも。そうですよね。うん、俺みたくは。ある種恥ずかしいっていうか、<laughs> <laughs> <laughs> 混ざり出してるじゃん。<laughs> <laughs>